そういえば足立さんって休みの日何やってんだ。そうだな、俺は趣味でガーデニングやってんだ。ベランダにちいちゃい畑作ってな、水や肥料をやって育ててんだよ。収穫したもんをつまみに酒を飲むのが最高でな。あら、いいわね。それって楽しいの？だって肥料とか撒いてちまちま育てるより買った方が早くない？時間やお金がかかるだけにしか思えないんだよね。自分で育てて収穫することに意義があるのよね、足立さん。確かに買った方が楽だな。俺は今まで無駄な時間を。足立さん、流されないで、ちゃんと育ててあげて。そういう蝶は趣味なんなんだよ。俺？盆栽だけど。こいつ。